はい、どうも、皆さん、こんばんは。聞こえてますかね？なんかね、久しぶりすぎて、全然覚えてない。聞こえてんのかな？聞こえてる。でもね、なんか久しぶりすぎて、右下に置いたなんかこの自分人形の口パクができてない。あれ？どうしたんや、こいつ。こいつ、本当だったらさ、口パクパクするはずなんだけどさ、あ、動き出した。動き出した。よかった。はい、どうも。お久しぶりです。ハッピーバースデー自分ということでね。はい。全然、この年になるとね、誕生日なんかそんな、嬉しくもともなんともないんですけども、もう朝からね、SNS とかで、皆さんからめちゃくちゃメッセージいっぱいいただいて、ほんとありがたいなと思いまして、あとね、なんかちょっと配信好きのうちのスタッフからね、いや、配信する人だったら自分の誕生日になんか自分で配信する人多いっすよ、とか言われて、じゃあちょっと試しに一回やってみますか、つうことでね、自分の誕生日にちょっと恥ずかしいんですけども、バースデー配信を。いや全然めでたくないんだけどさ。まあまあ、めでたいのか。わからんけど。うん。自分としてはね、ちょっとこっぱずかしいんだけど。はい。誕生日おめでとうございますというね、コメントたくさんいただいております。ありがとうございます。今日ね、ほんと特に、何しようかなってのもなくて、普通に落書きして、なんかそれ配信できたらいいなと思ってたんだけど、本当にさ、久しぶりすぎてさ、あれ今さ、BGM って流れてます？配信用に、なんか BGM なんか軽くいつも流してるんですけど、それ流れてますかね？不安だ。めっちゃ不安。流れてる。流れてます。無音です？え？嘘？どっちが本当？ BGM 聞こえてるって人が多い気がするけど。どっちが本当なの？嘘つきいる？この中に。この中に嘘つきいます？もしかして。流れてます？音量とかどうすか？僕のマイクの感じとか。まあ、最悪さ、まあ、あれだけどね。その、皆さんの方のデバイスの音量上げてもらえれば。そういう他人任せな感じなんだけど。いやー、久しぶりだね。本当に。めちゃくちゃ久しぶり。何書いてこっか。まず久しぶりだからさ、まず何書こっかなー。まずデカデカとね、そうね。そうだなぁ。何書こうかなぁ。ナッツルー書いてください。ゼラールのためにありがとう。ゼラールって誰？ジェラール？スティング、ワイズ、ハーミット、ナッツ、クラリス。クラリスって誰だよ？全く知らん。グリフォンかと、あ、そうだ。なんか今回来てるかわかんないけど、なんかさ、配信やるとさ、毎回グリフ書いてくれって人いるよね。謎のグリフファンがいるよね。久々にグリフ書こう。一瞬終わるからな。ビーン、ほんと一瞬で終わっちゃうな。ビーン、早っ。めっちゃくちゃ早っ。もう多分色つけるのも一瞬だからね。ほいっと、あ、間違えた。これじゃない。これで。あ、違う。モノクロになってたわ。どうりで色つかねえと思ったら。はい。おい。こっちじゃない。
こっちや。こっちをカラーにしなきゃいけない。ほい、ほい。はい、足。はい、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 はい。はい、次は口。はい。で、ちょっとテカリを入れて、はい、完成めっちゃ早い。安定のグリフですよね。はい。ケーキグリフお願いします。何ケーキグリフって。またなんか謎の単語出てきたんだけど。こいつをケーキにすればいいの？ちょっと待ってな。こいつをケーキにするんだとしたらどうしよう。こんな感じかな。これだとケーキの上乗ってるだけだね。ちょっとこっから改良して、こんな感じで、どうしよう。この辺にちょっとクリームがこう、ホイップクリームがある感じにして。埋まってるグリフみたいだけど。こんな感じどう？ケーキグリフ。埋まってる感じ。あ、でもなんかちょっとあれだね。ちょっとなんか、ロウソクみたいに立ったらどうですか？ここに、こう、ろうそくが刺さっていると。はい。ケーキグリフォンです。完成こんなものにどこに需要があるのかわかんないけど。あれ？ちょっと待ってね。これさ、新しいファイル開いたときに、あ、モノクロになってた。これカラーにしとかないとな。これで OK。さて何書こうかなー。わ、スパチャありがとうございます。あ、切るの忘れてた。なんか、誕生日にスパチャ入れるのなんかあれだよね。なんか、いやしいなと思ったんだけど。あ、ごめんなさい。切るの忘れてた。ありがとうございます。はい。うん。いやいや、いいっすよ。スパチャは別に。いや、ほんとありがたいですけども。はい。ありがとうございます。あまり気にしないでください。さてさて、どうしよっかな。なんか何書こうかめっちゃ迷うな。久しぶりすぎて。ちょっとさ、こういう時はさ、最近話題のなんか、チャットなんたらちゃんに聞いてみる？チャット GPT に、配信でマシマ何書いたら、受けますかって。ファンが喜びますかって聞いてみる？ちょっとやってみっか。そしたらなんか、最適解が出るかもしれないよね。ちょっと待ってくださいよ。これでしょ？で、これで、これかな？よし、来た！ここに、なんて入れればいいんだ？まず、マシマヒロって知ってんのかな？マシマヒロが、ライブ配信で、書いたら、ファンが、喜ぶ、イラストは、何ですか？さあ、どうだ？さあ、どうだ？あれ？あ、これ、みんな見えてないか。みんな見えてない可能性あるね、これ。はい、はい、はい、何？みんな見えてないね。マシマヒロシは、フェアリーテールやデンズゼロなどの人気漫画の作者であり、その作品に登場するキャラクターを描くことで知られています。ファンが喜ぶイラストは、その作品に登場するキャラクターたちの魅力的な姿や、新しいキャラクターのデザインなどが挙げられます。また、マシマシの各キャラクターたちが力強く活躍する姿や、感情豊かな表情を浮かべる姿もファンにとっては大きな魅力です。具体的には、以下のようなイラストがファンに喜ばれる可能性があります。フェアリーテールの夏やルーシー、グレイなどのメインキャラクターたちの新しい衣装やポーズを描いたイラスト、エデンズゼロのシキやレベッカ、ハッピーなどのメインキャラ、おっとエラーが発生しました。ちょっと文章が多すぎたか。エデンズゼロのシキやレベッカ、ハッピーなどのメインキャラクターたちの新しい衣装や武器を描いたイラスト、フェアリーテールやエデンズゼロのメインキャラクターたちが力強く戦う姿を描いたイラスト、新しいキャラクターのデザインや
マシマシオリジナルキャラクターのイラスト、シリーズのクロスオーバー作品のイラスト。ただし、マシマシは、自分自身が描きたいものを描くことにモットーにしているため、ファンの要望に応えることは必ずかもしないかもしれません。あ、そうなの？自分自身が描きたいことを僕モットーにしている感じですか？あ、そうな。おー。え、じゃあちょっと具体的に聞こっか。具体的にどのキャラ描けばいいんですか？具体的に、どのキャラを描けばいいですか？具体的にどのキャラを描けばいいですか？具体的にどのキャラを描くべきマシマヒロ自身が自由に選ぶべきです。しかし以下はマシマシがよく描かれるキャラクターの例です。フェアリーテールのメインキャラクターたち、ナッツ、ルーシー、グレイ、エルザ、ハッピー、ウェンディ、ジュビア、もうめっちゃ多い。つか、お前知ってんな。お前知ってんな、こいつ。つか、そもそもオイラのこと知ってたんやね、この人。エデンズゼロのメインキャラ、シキ、レベッカ、ハッピー、ウィズって誰だ？ワイズか。ホームズって誰だ？ホームズ、ジキル、ハイド、エルシー、ノーバ。もう間違ってんじゃん、この辺。誰だよ。他の作品で描かれたキャラクター、レイブ、ハルグローリア。マシマヒーローズのキャラクター、フェアリーテールのスピンオフ。ただしマシマシは、ファンの期待に応えるためだけでなく、自分自身が描きたいものを描くことを大切にしています。したがって、彼が描くキャラクターやイラストの内容は予想できないことがあります。ははは。そうなんだ。お、おもろいね。はい、おもろいおもろい。なるほどね。間違えた。なるほどね。なるほどね。間違えた。さてさて、何書きゃいいんだ、これ、結局は。結局は何書けばいいんだ。ジキルって誰だったんだ？ジギーのことかな？ウィズはワイズだろうな？ホームズはホムラかな？まあ、そういうことやな。ちょっと待って、画面のレイアウトがおかしくなっちゃった。これ、よし。結局はいつも通りなんか人気キャラ描いとけばいいってことか。ね。何描こう。じゃあちょっと久しぶりにナッツとかルーシー描こうかな。久しぶりだな。いや、最近ちょっと仕事でさ、ナッツとかルーシー書いてんだけどさ、なんかしらの仕事でね。でもこう、なんかあれだよね。ライブで書くってなるとすげえ久しぶりな感じありますよね。だから別に忘れちゃいないんだけどね、キャラを。そんなマイナーキャラじゃないからね。忘れてはいないはず。と思う。やっぱね、僕の作品の、まあ、代表作って言ったらね、フェアリーテールにはなるんでね、ナッツとかルーシーとか書いた方が、みんな、あ、これ知ってるってなる可能性があるんでね。あ、でもね、こう眉毛があれだな。たまに四季に引っ張られて短くなるんだよな。四季はね、ちょっと眉毛短いんですよ。ナッツは別に普通なんだけど。ここだけ書くとね、結構みんな同じ顔じゃんってなるんだけどな。まあまあ、それはちょっと置いといて。夏にはね、もう一個特徴があるんですよ。剣歯っていうんですか？こういうやつね。ギザギザの歯。これ特徴っす。で、なんか前髪がぴょんと上がっております。顔のバランス悪いね。ちょっと顔のバランス悪いね。そういう時はちょっと修正します。はい。なんでこっち向きで描いたんだろう。反対向きの方が描きやすいんだけど。なぜかこっち向きで描いちゃった。なんかね、やっぱ向きによって書きやすい書きづらいってありますよね。やっぱこっち側の向き苦手な人多いんじゃないかな。僕もそうなんだけど。なんかこっち側の向きすげえ苦手なんよね。昔なんかちょっと聞いた噂なんだけど、なんか右利きの人はこっち向きが苦手説とかあるらしいんだけど、真相はわかんない。なんかちょっと噂なんで。
なんで具体的にこっち向きがみんな苦手なんだろうなって俺もよく分かってないんだけど、ルシーがこう、ルシーもな、たまにレベッカと髪の毛の分け目間違えるんだよな。ちょっとね、似てるよね。次なんかあのキャラ描くときは、新キャラ描くときはもうちょっとキャラ個性出したいですね。全く違う髪型とかで。結構ルーシーとレベッカって髪の毛の分け目が違うぐらいだ。髪の毛の色も近いしね。一応なんかね、違い他にあるって言ったらね、まつげがルーシーの方が多いんですよ。すんげえどうでもいい違いだけど、ルーシーはね、あの結構まつげ多めにプイプイプイって入ってるんですよね。こんな感じで、あんまり気づいてない人いるかもしれないですけど、まあでもたまにこれすらね、あの昔本編やってる時に書き忘れてることはしょっちゅうあった気がする。一応なんかルーシーの特徴の一つではあるんだけどさ、ついつい忘れる時ってあるよね。あ、ごめん、これ毎回言ってんだけどさ、俺画面回すの癖なんですよ。画面っていうかキャンバスって言うんだけど、このキャンバスを回しながら書くのすごい癖で、配信だとね、見づらいだろうなと思って、あまりしないようにしようって思ってんだけど、あ、待てちゃった。ついつい癖でなんか回しちゃうんですよね。ちょっともしね、あの、ちょっと見づらいって人いたらごめんなさいね。こんなもんかな。うん。気にしないって人もいるんだけどさ、画面回すって、あれなんだよね。なんか人によっては酔うって人いるらしいの。ね。やっぱちょっと自分の感覚とは違った、この平行感覚を要求されるじゃない、急に。そのせいだと思うんだけど、なるべくね、画面は回さないようにしたいと思ってんだけど、これちょっとほんと手癖でさ、絵描いてるとさ、ついつい、あ、こっちが耳出てねえんだ。ここもレベッカとまた間違える。そうだ、こうなってたんだ。で、ストレートなんだよね。そうだそうだ。まあ、最近ちょっとね、夏とかルーシー描く仕事があったとはいえ、それでも毎週描いてるのはね、レベッカとかの方なんで、たまに間違えるのね、やっぱ。お、ちょっと口が変。うん。で、リボンつけて、ほい。髪の毛が、サイドテールがあって、うい、できたー。ちょっとルーシーの顔でけえか。まあいいや。落書きだしな。仕事で使う絵じゃないから。気にしない。そんなの気にしません。ほいっと。こんな感じで、ちょっと、ラフだけど、簡単にこう色をつけると、またちょっとね、雰囲気出んじゃない？落書きとはいえ。あれ？目の色何色だったっけな？茶色か。茶色だったか。ちょっとこれ濃すぎる。茶色だった気がするな。こんな感じだったかな。で、髪の毛が金髪。金髪、どのくらいの金髪だったっけ？これぐらいかな？もうちょっと薄いかな？いや、これ薄すぎ。これぐらいかな。これぐらいかな。これぐらいでいいや。リボンは青。これは覚えてます。で、夏の髪の毛の色は確か、これぐらいか。パレットに残ってた気がしますね。よし、で、いけた。早いもんでしょ？書き慣れてるからね。はい。久しぶりに。はい。できました。マイナーキャラばかり書いてみては？ああ、なるほど。そんな手もあるのね。
ごめんごめん、今、ちょっと古いコメント拾ってたね。夏ルー最高、ありがとう。すげえ。そう？次は、ワイズの、エデンズのワイズハーミット。ワイズハーミット。書きましょう。落書きですから、今回は。ワイズとハーミット。書きましょう。最近、あれなんですよね。エデンズの方も、この最終章なので、終わりに近づいてきてはいるんですけども、結構このワイズってキャラは、その時々で、結構ビジュアルが変わる。僕の中でビジュアルが変わるキャラで、あまり安定しないキャラだね。なんでなんだろうな。ハミットもそうだな。なんかあんまり安定しないんだよね、顔が。ワイズはね、眉毛がなんか変な、このキュッて形しているのが特徴です。で、もともとは髪の毛上げてたんだけど、なんか将来的に薄くなることを恐れて下ろしてるっていう設定かな、今は。そうだ、安定してないとは言ったけど、こいつあれなんだよな。服はいつも同じなんだよな。パーカー着てる。で、ネックレスをつけていて。ちょっと直すわ。ちょっと顔直すね。ちょっと顔直します。ちょっといつもね、こう、ちょっとひねくれた感じがするキャラなんですよね。で、こっちの耳にピアスがあった気がするな。こんな感じかな。で、ハニットさん。ハニットさん、結構安定しないんだよな。なんかその時々で髪の長さ違ってたりするし。特になんか前髪のなんだっけな。横の垂れてる部分、実はね、途中で変わってるんですよ。これもうほんと僕の悪い癖なんですけど、もう連載を長く続けていくうちに、だんだんと自分の書きやすいパーツに寄ってっちゃうんですよね。これほんともう昔から治らなくて、悪い癖なんだけどね。めちゃくちゃ自分の悪い癖って分かってるんだけど治らない。髪と前髪が結構こう目のギリギリのところまでこうありまして、で、昔のハミットは前髪のサイドがね、これぐらいの長さだったんですよ。これぐらいのなんか普通に前髪と揃えるぐらいの長さだったんですけど、最近のハミットは前髪がこれぐらいの長さになっていて、前髪じゃないや、横髪がなんか僕がこの方が描きやすくて、なんか気づいたらこの髪型になってたぐらいの感じでね、え、驚きでしょ？キャラ設定とはみたいな。キャラ設定とは、書きやすい方にこうシフトしていってしまう感じ。服もあれだね。衣装も、ハーミットはいつもなんか、すごい適当っていうか安定してないんですよね。はい、できた。もみあげっていうのこれ。横髪なんつうんだろう。クワガタって昔呼んでたけど。正式名称わからない。横髪の長い部分。クワガタじゃないの？クワガタヘアとかなかったっけ？え、それな、職場の造語だったかな？わからねえ。クワガタってなかったっけ？前髪のこの横の部分なんつうのよ。触覚って呼んでます？触覚なのこれ。あ、触覚なの？え、触覚って人多いね。触覚なのこれ。触覚ってあれじゃないの？なんかさ、こう髪の毛があって、
こういうやつじゃないの？ぴょんぴょんっていう。例えば、こうやって髪の毛があって、ぴょんって生えてるやつ。こういうのじゃないの？触覚って。え、嘘？クワガタって何？あれ？職場用語か？これ。造語か？てっきり一般用語かと思ってた。こう、だって、この部分。こうちょっと色分けるか。こう髪の毛があって、こうなってるじゃん。なんか、こういう、こう多いじゃん。こう髪の毛があって、ここで、こう一回さ、こう一回切れて、分け目がここにあって、こっからこう来てる、こう。こういうやつ。これクワガタじゃないん？これ。え、クワガタって何？言わないの？もしかして。あれ？アホ毛やん、あ、これアホ毛って、これアホ毛か。これ触覚じゃない？これ触覚で、これがアホ毛で、んで、これクワガタじゃん。クワガタ。え、違うのか？クワガタって言わないのかな？クワガタは聞いたことがない。マジで。嘘。ネット民が知らなかったら、これじゃあ多分嘘情報だな。職場でしか流行ってなかった言葉や。初めて聞きましただと？マジか。姫カットじゃない？あ、姫カット、でも姫カットはまた違くない？姫カットは、俺、書けないけどさ、姫カットってなんか、なんだっけ、もっとなんかこういう感じじゃない？こう、顔の途中にこう、ジャギーが入ってるみたいな。こういう、なんかこういうイメージなんだけど、姫カットって。違う？クワガタは違うのよ。なんか、ここから、こう、ストレートできてるの、ヒュイーンって。この上の部分からストレートにシュイーンと。クワガタは職場用語か。やっべ。これはちょっとあれだわ。恥かいたわ。おてっきり一般的に言うんかと思ったわ。クワガタ。造語か。うちのスタッフの誰かが作った造語か。クワガタ。くそ！ずっとこれで覚えてた、クワガタって。クワガタ、ちょっとね、低レベルで不思議がってる。クワガタはないよな。クワガタ広めていきましょう。広めますか、クワガタ。クワガタでちょっと広めていきますか。次何書こうかな。次は、ちょっとみんなのコメント見るか。ちょっと水飲まして。さあ、次何書こう。みんなのコメント見ます。はい。何書こうかな。早いな。なんか英語とかもね、拾いたいんだけどね。僕の英語読むスキルが遅すぎてですね。エルザ、シキプリーズ。あ、シキプリーズが見えた。シキプリーズ。OK!I'm draw sticky. I'm draw じゃおかしいか。I drawing sticky. シキはまあもう、毎週書いてるからあんまり書きたくないんだけどな。毎週書いてるから書きたくないんだけど、まあ、書き慣れてるから一瞬で終わるんだよね。シキはもう毎週書いてるせいで、もうすぐ終わるはず。一瞬で。ちょっとなんか見に来た人ってさ、もっとなんかなんだろうね、懐かしいキャラとかさ、なんかフェアリーのキャラとかの方が好まれる気はちょっとするんだけどさ、ね、今やってるやつよりは。今やってるやつは別に見ようと思ったらね、いつでも、最新のやつで見れるわけだしね。よし。早いね、やっぱこれは。あ、また画面回してる。はい。で、よく忘れるのがこれ。はい。シティはまあ簡単とは言ったんだけど、実は意外とさ、髪の毛のバランスが結構難しくて、いつもなんか書いた後に、なんかバランス悪いなって言って、書き直すこと多いね。髪の毛の部分だけ。あ、なんかちょっとこっちの方だけボリュームが、とか、そういうことが結構多いキャラだね。まあそれでもね、やっぱ書き慣れてるんで早いかな。うん、自分で言うのもなんだけど、めっちゃ早いと思う、それは。で、いけた。早いっしょ。紙書くの苦手です。あ、そう。めっちゃ早い。あ、そう。ありがとう。早い。
ね、レベッカも書いてください。はい、書きましょう。レベッカさん。レベッカさん。ちょっと、これと合わせるように書くとちょっと難しいんで、ちょっと、全く別コマっていう設定で、レベッカ。レベッカは、まあ、そうね。これもまあ、最近書き慣れてるんで、めちゃくちゃパパッと書けると思うんですけど、レベッカもでもあれかな、ちょっと髪型が自分のなんか得意としてる髪型じゃないんで書くのが、ちょっといつも髪型で手間取る感じはありますね。こんな感じで、あれこんな感じだったっけ、なんかダメな気がする。このまま進むとこのまま進むとダメなような気がするって、たまにこう書いてる途中にある時があるんですよね。その時は書き直したりするのが本当は一番いいんだけど、ちょっと見る、このまま突き進む、なんかダメな気がするな、バランス的に。まあいっか、よし。なんかね、こういう髪の毛のさ、分け目のところってさ、分け目じゃないや、根元の部分でさ、インクだまりみたいなの作るとね、すげえいい感じになるんですよ。どうでもいいけど、どうでもいいけど。まあこれモノクロとか、まあカラーどっちにも言えるんだけど、デジタルってさ、これインクじゃないから、普通に書いてるとインクだまりってできないんですよね。それを、まあ、あえてちょっとこの辺をこう、黒くね、この辺、わかる？この辺。この辺をなんかぐちゃぐちゃって黒くすることで、インクで書いた時にできる、インクのなんかたるみ、たまりみたいなやつを作ると、なんかちょっとアナログっぽくなって、あんまり単調な線にならなくて、僕はね、結構好んで使う手法の一つですね。首とかなんか輪郭とかもそうよね。なんかどっか一箇所にさ、インクだまりみたいなの作るとさ、なんか一気になんかそのデジタル特有のパキッとした感じがなくなって、すげえいい感じになるんじゃない？わからんけど。まあすげえ適当なこと言っちゃった。あ、やべ、これ裸に見えたらまずい。裸じゃない。服着てるんよ。裸に見えたらまずいな。YouTube 的にはな。危ない危ない。服が着てます。はい。で、焼けた。なんかちょっと、まあ、デッサンおかしいけど、落書きなんで許したってください。目が青。あ、なんで色つけてんの？なんで色つけてんの？こういうことやってると、これで時間取られるじゃないか。でもなんかちょっと、つけたくなっちゃった。で、髪の毛が、これはもうアセットの中、アセットじゃないです。パレットの中にあってですね。これがレベッカの色って決まってます。はい。ほい、ほい、ほい。で、焼けた。はい、次何書こうかな。次は、お、キャワワワ、ありがとうございます。で、探知もお願いします。探知もってみんな知ってんのかな？探知もって知ってます？探知もはね、僕のキャラクターの中でも、相当マイナーなキャラなんですけど、こういうやつ。知ってる？見たことあるって人いるかもしれんけどね。はい、タンチモでーす。こんなんでーす。こいつの名前の由来って話したことあったっけ？どっかで書いたっけ？まあ、大した話じゃないんだけどね。
すげえ変な名前じゃん、タンチモって。こいつの名前の由来どっかで話したっけ？知ってる人います？知らない。これがタンチモって言うのか。やっぱ実際こいつの名前の由来とかさ、どうでもいいよね。聞いたことないってみんな言ってるけど、どうでもいいよね。実際どうでもいいからちょっとやめとくわ。やっぱ恥ずかしくなってきた。なんかこれ歌から撮ったんですよ。で、なんかちょっと歌ってさ、YouTube 上なんか流すとまずいし、まあ僕もなんか歌いたくないんで、やめとくわ。自分でちょっと太いであれだけど。こいつもともとは歌から撮ったんだけどね。とある歌から、撮ったキャラです。どうでもいいや。お前だったのか。そう、こいつタンチモっていうんですよ、実は。これ、レイブのキャラクターで、顔がものすごい高速で動くんですよ。ブーッつって。顔がブーッって動く馬っていう設定です。これも馬って言い張ってます。馬。はい。こいつ、今度アニメーションで作ろうかな。顔がブルルルルルってなってるやつ。こいつのでも顔のブルブルアニメーション作るの難しそうだな。どうだろう。簡単にできるもんかな。ちょっとトライしてみていい？ちょっとトライしたくなっちゃった。これどうすんだっけ？パラパラ漫画みたいな設定すれば、いけた気がするんだけどな。パラパラ漫画。パラパラ漫画。どうやってやるんだっけな。漫画原稿設定、複数ページ。落書きじゃない。動くメモ帳みたいな、なんか設定があった気がしたんだけどな。動く。これか。動くイラストにする。これちょっとやってみよう。セールの枚数24もいらない。24もいらないけど。これで、タンチモを書いて、タンチモをこう書くじゃない？こいつもなんか一瞬で終わるからいいね。で、2コマ目に、顔がこっちの方にこうブレる風にして、ブルブルってこうなっていって、ちょっとこう、なびいてる感じを出しつつ、で、3コマ目でもうちょっとこっちにブレさすか。もうちょっとこっちにこうブレた感じに、こう、ちょっと伸びてる感じも出そうかな。動きを作る感じで。ブルッとなっていて、で、あとはこれをもう全部、反転コピーするだけみたいな。これを、コピーして、4コマ目に持ってくる。で、あれ、うまくいってね。あれ全然うまくいってないぞ。これがいらんやつだ。これがいらんやつだ。あれ？これコピーはどうやってやるんだろう？このメモ帳のコピーは。これを、コピーして、ここに貼り付ける。あ、貼り付かないの？これ。あ、そういう仕様なの。OK。わかりました。もう書けってことね。これが4コマ目。これが4コマ目。まあ、しょうがねえ。書くか、じゃあ。こう、戻っていく様子を。あれ、コピーできたような気がしたんだけどなぁ。今度は、コピーじゃよくないな。どっちにしろこっちにこう動く設定だから。これ何書いてんだ、これ、配信で。なんかちょっと試しにやってみたくなっただけなんだけど。で、これが、さらに、また正面にこう戻ってきて、正面に戻ってくるんですよ。こうやって、戻ってきて、で、今度は、こっち側にこうブレていくと。こいつの顔揺れ表現テスト。で、さらに、もうちょっとこっちに、こう、ブルルッとなっていって、おー、これいいんじゃない？これで。どうでしょう？これでちょっとやってみっか。動かすのはどうしたらいいんだ？タイムライン作るの。タイムライン。これか。
よし、行くぞ。あれ遅っ。こんなはずじゃなかった。あれこんなはずじゃなかった。遅い。あれ全然こんな感じじゃない。おい、ちょっとイメージと違うんだけど。これがなんかこう、往復でブル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 ってなったら面白いかなと思ったんだけど、もういいや、もうやめた。何やってんだって話よね。はい、やめた。あ、落書きに移ろう。落書きに移ります。これか。落書きに移ります。何しよっかな。諦めた。でもね、今のやつ駆使して、オープニングのアニメーションとか作ってたんですよ。あんな感じのやつ駆使してね。まあ、ちゃんとしっかり書けば、もうちゃんとしたアニメーションになると思う。さて、さて何書こうかね。ラクサス。なんかラクサスも、なんかこう配信あるたびに毎回書いてる気がするんだけどね。ラクサス行ってみます？ラクサス。ちょっと、これも、あれか。チャットさんに来てみるか。チャット GPT さんに。ラクサスのどんなポーズがいいですか？ラクサスの。ラクサス知ってるかな、そもそも。ラクサスの、どんなポーズを書けば、ファンが、喜びますか。さあ、どうだ。ラクサス。ラクサス出てこないぞ。ラクサスは、フェアリーテール。めっちゃ遅い。めっちゃ遅い。全然、チャットが答えてくれない。ラクサスはフェアリーテールの人気キャラクターであり、強さとクールな雰囲気が魅力の一つです。ファンが喜ぶラクサスのポーズとしては以下のようなものを挙げられます。ラクサスの魔法を放つ姿。ラクサスは自分の体に眠る魔法の力を引き出し、強力な攻撃魔法を放つことができます。そのため魔法を放つ姿を描いたイラストは、ファンにとって大きな魅力になるでしょう。ラクサスのクールなポーズ。ラクサスはクールでかっこいい雰囲気があるキャラクターです。そのためラクサスがクールなポーズを取ったイラストも、ファンにとっては魅力的です。ラクサスの威厳のある姿。ラクサスはギルドの、間違えてんじゃん。聖堂の騎士団の元マスターって書いてある。何聖堂の騎士団って。ラクサスはギルド、聖堂の騎士団の元マスターであり、強いリーダーシップを持っているキャラです。もう完全に嘘ついてんじゃん。そのため威厳ある姿を描いたイラストもファンにとっては魅力的です。ラクサスと他のキャラクターの共演。ラクサスはフェアリーのテールの中でも人気の高いキャラクターの一人です。そのため他のキャラクターたちと一緒に描かれたイラストもファンにとっては魅力的な作品となるでしょう。へー。なんだよ、聖堂の騎士団って。聞いたこともないけど、え、あったっけ、こんな。フェアリーテールに出てきた、聖堂の騎士団。ギルド聖堂の騎士団の元マスターだって。クールなポーズ、魔法を放つポーズ。魔法を放つポーズとかでいいんじゃない、普通に。ね。なんかすげえ嘘つかれたけど。魔法を放つポーズ。魔法を放つポーズにしよっか。魔法を放つ。ラクサスが魔法を放つし。あ、また画面回してる。まあ、許して。ラクサスはちょっと、あれだ。言うて書き慣れてないからさ。あんまり書き慣れてないキャラの一人ではあるよね。なんかさ、最近ちょっとずっと忙しくて、仕事の方がですね、全然 YouTube の動画とか上げられてなかったんですけど、作る時間なかったんですけど、まあ本来ね、こうやってライブとかもうちょっとやりたいなと思ってたんですけど、全然時間取れなくて、今度なんかこのライブで、
あの、仕事で使える絵とか、もし、ライブ配信していいやつがあったらなんだけど、それだったら一石二鳥だよね。仕事しながら配信できるっていうのがなれば。ね。そしたらすげえ一石二鳥なんで、もうちょっと配信とかやれるんだけどなーって思うんだよね。なんか仕事で使える、あの、そうじゃないや。仕事なんだけど、配信で使っていいような絵とかがあったら、なんかそれを配信に載せたいなーって思ってますと思う。だからちょっとあれだね。落書き配信というよりかは、もうかなりガチめで、めちゃくちゃガチめで描く絵になるんで、口数もちょっと少なくなる可能性はあるんだけど、ガチすぎて。全然喋らねえなーみたいなになるかもしれないけど、まあ、仕事のはね、さすがにちょっと気合い入れて多分描くと思うんで、なんかたまにはでもそういうのもいいかなと思ってる。もう仕事の絵を配信で描く。うん。でも基本的になんだけどさ、漫画の原稿とかってやっぱ配信に載せるわけにいかんのですよ。これはね、発売前とか後に関わらず。なので、まあ、一応著作権は僕にあるんだけど、とはいえ漫画、雑誌は編集部のもの、編集のものなんで、ね、編集長のものなので、勝手に載せるわけにはいかんというのはありますね。単行本の表紙とかならいいかなって気がするんだけどね。あれは原稿料入んないし。まあ、可能性があるとしたら単行本の表紙、あとは、今作ってるオリジナルゲームのキャラクターのスチール絵とか、あとは、なんかフェアリーテールのオリジナルゲーム、あ、同人ゲーム作ってるんですけど、同人って言い方に違うな。インディーゲームだ。すいません。インディーゲーム作ってるんですけど、その中のイラスト、出てくるイラストっていうか、もしあの、作者さんが OK ですって言ったら、それを描くっていうのもいいね。まあ、多分ね、フェアリーテールの絵とかが見ててみんな嬉しいんだろうなと思うんで、その、インディーゲームので使うイラストとかを、配信で描いていいよっていうふうにもし言われたら、それを、なんか、配信にするのもありかもしれないね。もうちょっとガチめの絵なんで、あの、口数は少なくなる可能性はめちゃくちゃあるんだけど。魔法使ってるって言ったの忘れてたわ。なんか、まあいいや、もうこれで。めんどくせえ。はい、できました。ちょっと魔法使ってる絵にしようと思ってる。チャット GPT に聞いたのは何だったんだってな。同人じゃない。ごめん。同人とはって言われてるけど、同人じゃない。すいません。同人じゃないです。インディーゲームです。公式インディーゲームです。すいません。ちょっと言葉間違えました。同人ではないです。公式の、インディー制作によるフェアリーテールゲームが、ね、3本控えてるんで、で、それでなんか僕イラスト書いてくださいって言われることあるんで、それでもしあの、ね、配信で使っていいですよ、みたいなのがあれば、うん。ええんじゃない？ラクサスカップ用意です。ありがとう。でもちょっと書き慣れてないから、なんかちょっと顔違う気がするけどな。ちょっと若干忘れてる感はあるけど。頬骨がこうなってたの覚えてるんだけどさ。あとさ、本当は筋肉描きたいんだけどさ、ラクサスの。もう、なんだろう、タトゥーの模様が全く覚えてないのよ。ラクサスの左側ってタトゥーがあって、あのね、本当は筋肉めっちゃ描きたい人間なんだけど、そこが覚えてないがために諦めた、今。一瞬、裸描こうとして。なんか知らんけど、筋肉描くの好きなんよね。まぁ、ちょっと上手い下手とか置いといてね。漫画風な筋肉？漫画風な筋肉。自分の、漫画にこう最適化してデフォルメした筋肉ではあるんだけど、ちょっと実際の筋肉と比べるとどうなのってのがあるんだけどさ。もう自分の漫画に出てくるキャラクターにこう最適化してデフォルメした筋肉を描くのがすごいです。何なんだろう。肩の部分を描くのが結構好きだな。肩フェチかな肩とこの脇にかけてのライン描くの超好きかもしれない。この辺の。これ実際の筋肉と比べてどうとか言わないでね。そんなの。漫画だし、もうデフォルメして描いてるのは重々承知なんで、そこはちょっと突っ込まないでほしいんだけど。なんか知らんけど筋肉描くの好きなんだよなぁ。筋肉マンの影響だと思うんだけどね。あとドラゴンボールとかね。おぉ、いい筋肉ができた。
本当はね、これでラクサスこれ書きたかったんだけど、ここに入ってるタトゥーがさ、全く覚えてないのよ。さすがに。さすがに覚えてない。なんかフェアリーのマークが入ってたの覚えてる、こうやって。この辺にフェアリーのマークが入っていて、なんかそれを囲むようにこういう感じのなんか結構トライバル風のタトゥーが入った気がするんですけど、もうこの形はね、本当に覚えてない。残念なぐらい覚えてない。雰囲気ね。こんな感じのタトゥーが入ってたんだけどさ。さすがにこれは覚えてないわ。うん。もう多分、あれだもんね。フェアリーの後半とかで、ラクサスがこう、服を脱ぐシーンがあったら、このタトゥーは多分、なんならスタッフに任せてた気がする。もう自分でも覚え、その当時から、もう覚えてなくて、ちょっとこのタトゥーを書くのめんどいから、お願いっつって。なんかスタッフに任せてた気がするな。そうだ、ラクサスが好きなスタッフが一人いたな、昔。今、ふと思い出したけど。そいつになんか任せてた気がする。頼みます！そうすると多分いい感じでやってくれてたんじゃないかな、当時は。で、なんかラクサスとか二人になっちゃった。はい。さて何書こうかな。春エリー書いてください。春エリー。懐かしいね。春とエリー書こうか。春とエリー書こう。懐かしい。さっきなんかね、チャット GPT に聞いたら、なんかあれだったね。レイムの話題はほとんど出てこなかったね。まあ当たり前で、当たり前だけどさ。昔のことすぎて。あるいは、目がでかいのが特徴です。夏とか四季に比べると黒目がちょっと大きいですね。あとまあ釣り目じゃない。であとね、僕の漫画の中では比較的いい子です。なんか、四季とか夏とかに比べたらいい子かな。四季も結構いい子っちゃいい子か。夏はいい子じゃないだけか。もう、さすがにね、そろそろレイブを知らない世代っていっぱい出てくると思うんだけど、別にいいんだけどさ、それはそれで。懐かしいなぁ、レイブはさすがにね。この間そうだな、なんかたまたま、たまたまでもないけど、一緒に食事行った方がもうなんかあれな、若い人なんだけど、なレイブから知ってますって人がいたね、若いのに。すげえなと思って。なんでレイブ知ってんのって聞いたんだけど、なんか行ってたお店に置いてあって、なんかそこで全部読んだんですよね。しかも、若い時。できた。何だったかな。まあいいや。エリー。あ、エリー怪しいぞ。髪の分け目が相当怪しいぞ。え？分け目とかあったっけ？やば。やば。さすがに覚えてないかも、これ。あれ？髪型は覚えてんだけど、前髪の、なんかちょっとある分け目みたいなのが、全く覚えてないかもしれない。まあいいや、適当で。雰囲気でもいいや。なんか、まあ、いいでしょう。で、なんかね、髪の毛のどっか一部がね、割れてた気がすんだけど、違うか？こんな感じで、割れてた気がすんだけど、どうだろう。まあ、いいや。これで、
これでもうエリーだって言い張ります。よし、焼けたぞ。できたー。はい。できました。私、なんか、ナッツじゃねえや。春の口が歪んでる。ちょっとだけ直して。できた。まあまあ、この二人書くと自動的に書きたくなるやつ。はい。マシマ先生、こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。そうそう、今日なんか、誕生日なんですよ、僕の。どうでもいいけど。誕生日で、ね、ちょっとスタッフにそそのかされて配信やってるんですけど、自分の誕生日配信を、おっさんが、いいおっさんがやってます。恥ずかしながら。ペン何使ってますか？ああ、そう、ね、普段仕事ではね、リアル G ペンで使ってるんですけど、カラーの時は、ね、財布ペンというね、これ、僕が作ったペンなんですけど、それ使ってますね。すごい、こんな感じの線になるんだけどさ、わかりづらいか。こんな感じの線。リアル G ペンだと、こんな感じ。このブルー書いてあったら G ペンで書いてあるやつ。リアル G ペンで書いてあって、で、普段、カラーで使ってる財布ペンってやつが、この四季とかじゃないや。春書いてあるやつ。こんな感じの線になります。これがさ、なんかカラーにもめちゃくちゃ相性良くて、カラーの時ね、G ペンだとちょっとパキッとしすぎてる気がするのね、線が。だから原稿はこれでいいんだけど、カラーやるときはちょっとこの淡い感じの、ちょっと自分でカスタムして作ったペン使ってます。はい。ちょっと滲む感じなのかな。まあそうですね。若干鉛筆っぽい感じなのかな。なんかもともとさ、クリスタってデフォルトで鉛筆が入ってるんだけど、鉛筆、これもね、使えますよ、普通に、カラーの線としては。鉛筆、こんな感じ。これ薄いやつ。シャーペン、デッサン用、アニメーター専用リアル鉛筆。あ、これはダウンロードしたやつかな。これもなんか、なかなかいい。こう、完全にこう、鉛筆っぽい感じの線が描けるの。こんな感じ。かなり鉛筆っぽいです。これもね、昔使ってた。まあ、今でもたまに使います。うん。そのペン自分も持ってます。そうそう、これなんかクリスタ持ってる人だったら、全員その、マーケットプレイスみたいなところで、正式名称わかんないけど、オンラインでね、クリスタの、ランチャーから行けるところの、オンラインページでダウンロードできるやつ。アニメーター専用リアル風鉛筆だそうです。これいいよね、結構。これも全然キャラクターの主線に使っていけると思う。で、なんか元から入ってる鉛筆だとちょっとやっぱデジタルっぽいなと思ったんで、何かしら改造して作ったのがこの自分で使ってる財布ペン。これ強弱が出るんですよ。強弱が出るおかげで、さっき言ってたなんかこう、インクだまりみたいなのが作りやすい。キャラクターのさ、こういうところに使うんだけどさ、インクだまりって。この、紙の生え際のところとかにね。これ今、落書きだから、そんなに気を入れてやってないけど、本来、ちゃんとした仕事だったらさ、なんかこういうところにはインクだまり作った方が見栄えが良くなる。こういうところね。こんな感じで。ちょっと立体感が出るような感じするでしょ？まあそういうの作る、ドロペンでも作れるんだけど、僕はこの自分で使ってるやつが使いやすい。うん。何？もうちょ、ごめん。英語読もうとしてダメだった。すいません。何？読めない？はい。エルザ？あ、エルザ、そう。エルザ書いてなかった人気キャラなのに。エルザ書こう。エルザ書きます。そんな人気キャラなのに書くの忘れてた。エルザは本当ね、自分で言うのもなんだけど、めちゃくちゃ人気キャラですよね。どこの国行っても。
日本だけじゃなくて、結構どの国でも人気あるキャラクターですね。最近なんか、ちょっと待って。あれ、今、配信大丈夫？なんか、OBS スタジオが切断されましたって出たの。再接続に成功。大丈夫？よかった。最近なんかね、エルザって結構、見切り発車で作ったキャラっていうのは、僕のね、ファンの間とかでは結構有名な話かなと思ってたんだけど、うちのスタッフにその話したらすげえ驚いてた。見切り発車で作ったキャラなんだよ、実は。全然先のこと考えてなかったんだよって言って。マジっすか？ってめっちゃ驚いてる。そうなんだよ。このキャラだ。見切り発車キャラ、僕のフェアリーの中でもかなりヒットタイプですね。見切り発車キャラ。全然先のこと考えず、設定を浅く作って世に出したキャラクター。まあ僕そんなんばっかだけどさ。あんまり深く作り込むタイプじゃないんで、そんなんばっかなんだけど。それでもなんか驚いてましたね。ちゃんと作り込んで、作ったキャラだっていうか思ってたみたいですね。鎧のデザインはもういいや、覚えてないから。っていうかまあ、そもそも出てくるたびに違うし。もう出てくるたびに、鎧のデザイン、毎回違うからもうそんな気にしない。これもさっき言ったんだけど、どんどん書きやすい方にこうシフトしていっちゃうの。自分が書きやすい風になっちゃうっていうあまり良くないんだけど、だんだんとなんかデザインが変わっていくんですよね。はい、できたー。いいんじゃない？ちょっと上から見下ろす感じのエルザ様って感じだ。いいんじゃない？色付けよっかな。色付けよう。色つけよ。サクサクっとね。あんまり時間かけてもあれだから、もうサクサクっと色つける感じで。なんか、下からね、こう、ちょっと、見てる時の感じだと、顎のラインとかを出すために、この辺に色入れたいな。そうするとちょっと分かりやすくなるな、絵として。こうやって。顎のラインが分かるような影を入れると。ね、かなり顎のライン描かなくても、まあ、この辺が顎のラインじゃないって分かりやすいよね。で、エルザの髪の毛の色はなぜかパレットに入ってなくて、毎回自分で作ってるんですよ。入れればいいのにって思うんだけど、なんでなんだろうな。なんか、ちょっと、もう今更感が若干あるんで、もういいかな、みたいな。まあまあまあ、もういっかって感じで、もうエルザ描く機会もないだろうみたいな感じで思って多分やってなかったと思うんだけど、意外とありましたね。こんな、ライブとかで描くことになるとはみたいな感じは。よし。で、髪の毛の影も毎回あれだよな。その場その場で作ってるんだよな、色を。これもパレットに入れとけば早いのにな。なんか知らんけど。自分の中でなんか変な自信があるんだろうね。まあ、エルザの赤はすぐできんじゃねえみたいな。あ、でもそう言ってたらなんかいつもより鮮やかすぎる気がする、赤が。やらかしたな。自慢げに言ったけど、やらかしてますね。しかもこれ全部同じレイヤーでやってるからね。これもう、修正不可だわ。他ではないけど、めんどくさいからいいや。なりだし。いいでーけたー。いいんじゃない？パパッと書いて終わりに。はい。
ん？何何？なんだって、ちょっと待って、ちょっと待って。かっこいい。ありがとうございます。ジェラール書いてください。ジェラールでも前なんかやったじゃん。ちょっと前に、ちょっと前でもないけど、半年ぐらい前に、確かジェラールとエルザの配信をやった記憶があるよ。それが最後の配信だったかな。結構前だけどね。前にやったのはジェラエル配信だったからね。また、今年もなんかそういう記念日的なやつあったらね、やってもいいかなとは思います。はい。はい。ウェビウスとウェンディ。ウェンディ、ウェンディなんか久々に書きたい気がする。ウェンディなんか書いてないな、それ。ウェンディなんか。ウェンディ。ウェンディ。あ、ウェンディ。やばい。覚えてないかも。覚えてない。覚えてないことは、え？ちょっと釣り目だった気がするんだけどな。違う、どうだったっけ？ちょっと釣り目だったような気がしなくもないんだけど。あ、覚えてないぞ、意外と。丸かったっけ、目。なんか、垂れ眉毛だったの覚えてんだけどな。こんな表情だった気がする、いつも。でも、ふんっていう。んっていう表情をしてたんです。どういう表情かわからんけど。ふんっていう感じ。あ、でも、まあまあ。ウェンディもあれか。多分書くときによってなんか釣り目だったり釣り目じゃなかったり結構定まってないキャラクターなんかもしれんね。その時々によってね。アニメの、アニメってないや。ごめん。原作の初期の頃はもうちょっと垂れ目だったような気もするんだけどな。目がめちゃくちゃ大きくて。いや、僕がこういうキャラ書き慣れてないっていうのもあるんだけど。後半に行くにつれて、ちょっと凛々しくなってきた感じなのかな？わからんけど。こんな感じでしょ。ね。さてさて、もう1時間もやってんじゃん。そろそろ、あか、いいかな。もう十分でしょ。誕生日の、この、なんだろう。自分の誕生日配信っていう周知プレイはもう十分でしょ。ね。そろそろ終わりにしようかなと思いますよ。まぁ、あ、ちょっとでもなんか喋り足りないことあるっちゃあるんだけど、そうね。もしこの後気が向いたらまたスペースとかでなんか話しますんで。もしお時間ある方は、そちらの方もよろしくお願いします。いやほんとね、皆さんね、たくさん、ありがとうございます。メッセージとかね。めちゃくちゃいっぱいメッセージもらいました。おかげでね、もうほんと素敵な誕生日でしたよ。ね、落書きもたくさんできたし。うん。なんだこれ。あ、アニメもどきだ。たくさん落書きができました。あ、忘れてた。そうだ。そうだ。エンディングテーマみたいなやつも流してたよな。どれだっけ。これだ。あ、これだ。ね、ほんと皆さんのおかげでね、もうほんと、いい歳したおっさんがね、毎回誕生日、皆さん SNS とかで盛り上げてくれてね、お祝いしてくれて、うん、嬉しく思っております。まあまあ、そんなわけで、今日はね、新たに発見したこのクワガタっていう髪型、皆さんぜひ覚えてください。てっきり僕は一般的な用語だと思ってたんですけども、どうやら一般用語ではなかった説があったクワガタヘア。はい。どうやら僕の職場でしか通用しなかったらしいです。覚えておいてください。クワガタ。はい。本当にね、皆さんありがとうございます。ね、ちょっとまだ僕仕事残ってんだけど、なんか話したりやりなって気分になったら、またスペースとかね、やると思うんで、本当にお付き合いしていただければと思います。はい。というわけで、皆さん、ありがとうございました。長々とね、ありがとう。お疲れ様でした。じゃあね。
バイバイ。